はい、じゃあ引き続きまして私の方から今後の展開とお話しさせていただきたいと存じます。14ページになります。この短期的には今回の米国の問題等で混沌とすることが予想されます。本当にそのような変化というものに対してもう柔軟に対応する力が問われるなという時だと考えております。またその情勢というものを注視すべき時だとも思っております。予断を持たずに対応していきたいと存じます。世界経済そのものは先進国を中心として全体として緩やかな成長につながっていると考えております。またその日本におきましてもその経済対策等々なかなかその個人の消費が上がらないという問題は抱えておるんですけれども、その希望を生み出す強い経済というものを推進する方向性には安倍内閣断固たる信念を持って取り組んでおられることが伝わってまいります。資金調達環境におきましても銀行様の不動産の融資姿勢は積極的であろうと考えております。そのような中でその不動産に的を絞ってみましたときに海外からの投資、それから相続対策、また持っているその溜め込んでいた運用資金の運用というふうなところの目的から購入需要というものも根強いものを感じております。さらに新しい産業でありますそのインバウンド、訪日観光、観光立国としての姿というものに対しましては前年比で2割強のその成長が今年見込まれております。宿泊施設が不足しているというふうな中で、これは表にはあまり出ておりませんけれども、民泊という分野が大変な勢いで伸びていることも実感として感じております。宿泊、どこに行って泊まっているんだろうというデータに出てこない、その宿泊人数が大変多くなっている現象というのは、裏側にはそのような実態があろうと思っております。これ、実際にホテルをやっておりますと、一番の問題点は宿泊不足の、宿泊施設の不足ということは表面なんですけれども、それ以上に、部屋を作る人の不足と、一般的に言ったらベッドメイクとか掃除をしていただく人が大変不足しているということがひしひしと我々のその喫緊の課題でございます。このホテル作ったら人をどうするのというようなね、そういうそのジレンマ不安というものと常に戦いながらその差別化できるホテル経営というものが大事だと考えます。またこのような訪日客のお客様は地方に多くお出かけになっているということも最近の特徴かと思っています。グループ旅行よりもやはりその個人旅行というところにも流れがどんどん来ているなということも感じます。都心のオフィスビル市場は引き締まった状況でございます。賃貸市場のサイクルそのものがその稼働率の低下、空室率の低下というようなところからも見て取れるわけですけれども、そのサイクルというのはこの後に説明させていただきたいと思います。募集賃料の引き上げということ、これはその15ページの表にもつながることですが、この体温といたしましては今はもう全物件が質量を貸し質量を上げるという動きになってきております。半年前とはもう一歩踏み込んだその賃料の上昇局面に来ているという実感がございます。だいたい値上げできるその金額は求める場合には 15%、20% ぐらい求める場合もあるんですけれども、落ち着きどころとしましては10から、多くて15という状態です。個人のお客様、個人のオーナー様の場合には 5% 程度で十分というような方もおいででございます。まだまだフリーレントでその貸し出していくという過熱化した時の状況というのはフリーレントというのはほとんどない状態になるわけですけれども、それが実際は3ヶ月とかそのあたりはまだ付与しておりますので、それなりにそのバランスが取れている状況であるということも感じております。さあ、さりとてこの表を見ていただきました通りですね、前回のこのリーマンでピークを打っていくその状況の時のこの空室率、赤い線でございます、折れ線ですけれども、空室率がこのピークからボトムに至るまでがこれ49ヶ月なんです。今回のそのピークを打った空室率のピークを打って 9.43% から実は現在まで若干の凸凹はありますけれども、ほぼ一貫して下がっているわけですけれども、これが9月で49ヶ月、10月もこの状況は下がりましたので、もう50ヶ月というところで、この空室率から見てみるとそろそろ反転のところに近づいているなということも感じます。また逆の見方で賃料の上昇を見てみますと、
前回の場合ですと46ヶ月かけて約 30% 上昇いたしております。このボトムからピークにですね。で今回はその面からすると大変緩やかでございまして、まあ、これは供給が多いと、前回よりも供給が多くなっているということもあるんですけれども、これ33ヶ月で約 13% の上昇でございます。その面からしたら賃料の上昇は以前のようなもう3割賃上げを4割とかですね、いうようなことがあった、そういった現象は今は全く市場ではないんじゃないかなと思っております。緩やかなそのこの平準化した状態にだんだんなっていくんだろうと思うんですね。これはやっぱり進化しているその経済もそうですけれども、市場またその国そのものがその平準化してきているということで、ボラティリティは少なくなる動きになっていくんではなかろうかと考えております。はい、この経営方針とビジネスモデルのところです。まあ、当初はその利を求むるにあらず信任を求むるにあり、変わるのは自分、お客様視点でお困りごとを解決しようという、こういった方針でやらせていただいております。まあ、これが大変社員の間で働きやすさというふうにつながり、また多くのお客様からもご支持をいただき、今オーナー様の数が増えているというありがたい循環を生み出しているベースと考えております。このビジョン方針とは何も変わっておりません。私たちの本業本丸は都心でありオフィスです。そしてお客様視点です。で強みとしてはテナント斡旋力や不動産の再生力、さらにそのオペレーション力、ビルのオペレーション力というふうなところが強みと分析いたしております。18ページです。まあ、事業のご紹介ですが、このオフィス事業とホテル事業と海外事業とやっておりますけれども、この下段のホテル海外につきましては後ほど詳しくご説明させていただきたいと存じます。19ページもいつものモデルなんですが、一つその中で一番右端のところに資金調達のご相談というのを入れさせていただきました。実はこれが結構そのお客様からご指示をいただいておりまして、今日も金融機関の方々が多くおいでいただいておりますけれども、この当社のそのお客様、これは購入いただく方だけではなくて、そのビルをその改修したいとか、新たにこういうふうなことに挑戦したいとか、そういったご相談を結構いただくんですね。そういった時にその銀行さんなんかとご一緒になってですね、当社がその借り上げをさせていただいて、賃料保証なりさせていただいて事業を取り組むというふうな新しいビジネスの形も実は今生まれてきております。そのようなことで新たなその経営のコンテンツができてきているなということを感じております。はい、20ページでございます。まあ、それがこの3番でちょっとピックアップさせていただいたものなんですが、そのビルの有効活用事業というものを促進をしようと今取り組んでおります。これはリーシング事業部 LM 賃貸仲介ですね、この部門がやってきたことをその引っ張り出して一つのしっかりとした事業の形に展開しようという試みです。実際に今ここに来て 3,4 棟動いております。当社が一括して借り上げることを条件に提携先の銀行様から追加の融資をしていただくことができるような形になってきております。そうしましたときにリニューアル工事やビルの建築というようなことも含めて当社がそれも全てを代行させていただくという、その三位一体でビルを蘇らせるようなそんな事業の展開を考えております。ご支援を賜れたら幸いに思います。はい、まあ、21ページはちょっと見やすく整理をさせていただいたものでございます。で22ページでございます。これは現在預からせていただいておりますプロパティマネジメントの住宅面積とお客様数ということが着実に増大しているということを感じていただけるのではなかろうかと思います。10月末時点で当社の場合で 95.96 とか8とかそれぐらいの数字だったと数字でございます。これは着実にこの1年間で44棟の預かりビル棟数も増やさせていただけております。そして23ページです。この当社の大きな特徴にその基本理念を軸にした全員参加経営というものがあろうかと思っております。サンフロンティアフィロソフィーと言われる心の経営というと申しましょうか、考え方ということを大事にしたその企業でございます。そういった意味では他社と比較させていただいたときに、その経営の絆というところにおきまして社員間で強いものがあろうと考えております。明確な強さを持っている点ではなかろうかと思っております。
24ページからちょっと具体的な事例を一つご紹介させていただきます。これは地域の未来を見据えた不動産再生ということで、品川区さんにその交渉していきまして、品川区ではビルからその会員宿泊所に転用するということについては今まで許可が一度も出てなかったわけなんです。そんな中でその今後世界に開かれる日本のゲートウェイである品川というその地において、そのようなことはいかがなんでしょうかというような、そんな交渉の中からご理解をいただき、許可をいただくことができ、この事業が行うことができました。大変この難易度の高いその取り組みではあったわけですけれども、このようにこのマークを見ていただけると、分かる方はお分かりいただけると思いますけれども、これは共立メンテナンス様にお借り上げいただいております。これはどのように取り組みをしたかと申しますと、これは普通の通常 そのテナントビルでございました。それをその管理させていただいたわけですけれども、オーナー様からご相談をいただきまして、それを直接購入させていただきました。そしてその空中階にご入居いただいていた2階には美容室なんかも入っていただいておりました。そのようなテナント様を明け渡しをさせていただいて、そして用途変更をし、そしてコンバージョンに取り組んだわけでございます。1階のこれファーストロイヤルホストでこれファーストローソンか、ローソンさんは最初から入っておられました。で、立地を生かして、これは五反田の駅の近くでございますので、生かしてその有料なオペレーターによって、そのキャビンホテルということをやらせていただいたわけです。これはその通路の問題等で非常に難度が高うございます。そのようなところも交渉させていただく中で誘致に成功させていただけたことが大きな点であったと思っております。その後ホテルは大変話題性の高いそのホテルとして、そのキャビンホテル、一般的にカプセルホテルに近いところなんですけれども、ちゃんと一人一人にデスクがあるんです。椅子に座ってそのパソコンが打てるというふうなところから人気を博しておりまして、高い稼働率、それをさらに30年間の長期の借り上げをさせていただいた上で、そのリピーター様に直接販売をさせていただいたというふうな事例でございます。天井、室内の下の方の写真なんかもうセットバックしてたもんですが、天井が低いところをもうこのような見事なその内装に企画していただけたことなんかも大変好評の原因ではなかろうかと思っております。はい、25ページになります。これは直近のニュースでございますけれども、つい先日当社が寄付口座を京都大学経営大学院の方に設けさせていただいております。管理会計とフィロソフィーという内容 その経営講座でございますけれども、そんなところで私が出向いて学生を相手にお話を少しさせていただきました。また右下にはそのアジアの売上10億ドル以下の優良企業200社にもリストアップをありがたいことにしていただくことができました。じゃあ27ページでございます。26ページに書いてありますけど、そのフローとストックの両足で立つビジネスモデルへと今目指しているというところをお伝えしておきます。で、それがこの3本の矢という取り組みでございます。で、それを具体的にどのようなことをやっているかといいますと、この28ページ、これはこの当地、この当ビルでございますけれども、この貸会議室事業、大変順調に伸ばさせていただけております。で、これはニーズがあるという手応えを感じておりますし、私たちがそのお客様視点で変化をするというところを大事にしているせいもあるんですけれども、お客様からのニーズに対してそれをヒントにして、どんどん自分たちから変化をすることによってご利用効率を高めてさせていただいております。まだまだ成長の余地はあると考えておりまして、つい先日今の稼働率2倍にしようって言って、ここの責任者に葉っぱをかけたところでございますけれども、そのような中でこの1号、2号、3号、4号というふうに今オープンさせていただけております。はい、それからホテル事業でございますけれども、このホテル事業、当社のテーマは心温かいホテルということを目指しております。この昨年の今頃はほとんど何もない状態でございましたけれども、現在の状態は今ご覧いただいている通りでございまして、この2100室余り その決定したそのホテルがございます。で、このほかにも約1000室現在進行中でございます。私自身2020年までには4000室
の稼働を実現したいなと考えております。その時にはその売上でどうなんでしょうか、150億円ぐらいでしょうか、で利益率も 15% 以上をしっかりと出していけれるような、そんなオペレーターとして頑張りたいと思っております。でここにはその利益、今ほどの利益等々には開発利益というものは全く入っておりません。これはオペレーションのところからというふうに考えておる次第でございます。で今年の4月にオープンさせていただきましたスプリングサニーホテル名古屋常滑でございます。今日私これから行ってまたみんなとコンパをしたり、そして明日はその勉強会、ちょうど半年になるもんですから勉強会ということをさせていただく、そんなスケジュールでも回っております。このカドホテルありがたいことに5月、4月25日にオープンですから5、6、7、8、9、10と平均稼働率で 96.5%、 8とか7とかなんかそれぐらいの数字になっております。大変高いその稼働を、もう春秋さんのその送客力、集客力で、またこの我々が目指している心温かいホテルということを目指したその社員の意識改革ということが走行しているなということを感じております。とっても明るいホテルになっております。同時にその質量ということも当時から見てみますと大体5割増しぐらいに高まっているかなと思っております。はい、それから31ページですが、これは現在開発案件でございます。このような形でオープンを予定いたしております。このほかにも前段の計画のところではその計画準備中というようなところに入れておりますホテルオペレーション会社の M&A ということも決定いたしておりまして、これははっきりしましたらまた皆様にお伝えリリースさせていただきたいと思っております。全部終了しましたときにですね。はい、で32ページです。これがインバウンドで見てみたときのその内訳でございますけれども、この中国からのお客様が比重としても多くなっていることも見て取っていただけると思うんです。人口比で見ましたときに一昨年から見ると約3倍ぐらい中国からその人口比でも来ていただけるようになっておりますし、絶対数でもそのようになっております。当社が目指すそのホテルというのはインバウンド向け都市型観光ホテルというところが主軸でございます。もちろんそれ以外のものにも取り組んでいくわけですけれども、今回のサイト側社長を務めますこの新しい会社、何事業って言うんですか、コミュニティアレンジメント事業という、バックパッカーの方々が主な対象になるんですけれども、これは大変面白い企画でございまして、できましたときには一つちょっと話題になるかもしれません。もう旅行 そのガイドなんかと一緒になってですね、この今作って、これ東日本橋のビルで作っておりますけれども、これは何でしたっけ、旅のスタートじゃなくてここから旅が始まる、つまりそこにポンと日本に来た時の入り口みたいな形で、そこからどんどんその旅行き先をですねご案内していくような、そんなサービスをつけるようなホテルなんです。バックパッカーの方々大体来られると2週間から3週間いろんなところ回られるんですけど、次泊まるところ決めてらっしゃらない方がほとんどです。そんなところもその通訳の方々も含めて取り込んでいくような、そんな協力業者というかな、パートナーとともに運営をしていく、そんな事業も展開いたしております。将来的にその中国の方々と、それから中国以外 その世界の方々、そしてまた日本の方々で、それぞれ3分の1ぐらいずつでその運営できるような、そんなホテルの展開をしていきたいものだと思っております。いろいろリスクがあるというようなご指摘もいただくんですけれども、これからの日本というものを考えたときに、しっかりとその見据えたところというものを見つめたいと、事業にそのお客様は誰だというふうなところをしっかりとターゲットを絞って、その方々に的を絞ったサービスを提供したいと考えております。はい、これはいつもの通りでございます。でそのような中で具体的に海外事業をご紹介させていただくのは34ページからになります。現在取り組んでおりますそのアウトバンド事業でございますが、これはこのようなことを今やらせていただいております。ベトナムにおいては4事案、またインドネシアにおいて3事案がスタートいたしております。
35ページに8月の1日にオープンしました小さなホテルですけれども、このダナン の、 あの都市型ホテルというところで、これもあの川沿い の、 あのきれいなところに、大変位置してきれいなところ、景観のきれいなところに位置しておりますけれども、これもあの今もう単月で黒字化いたしております。まだまだその大きな利益には全然なっておりませんけれども、その34ページに戻らせていただきますと、その他にまあ、このここに出ているこの写真は、これは第3号案件のイメージ図でございます。これもあの川沿いに立っている、その立つ立地で用地を取得させていただいております。今開発の申請手続き中でございます。そして第2号案件というのは、この36ページに紹介させていただいているものなんですけれども、これはあのもうじき確認が下りてまいります。着工が2月ですかね、今年の来年の2月の予定になっております。このダナンという町は来年の APEC の開催都市に選ばれておりまして、日本人の海外旅行先としてもう今1位というふうに言われております。その割には航空の便が少ないなというようなことも思うんですが、皆さんあのホーチミンからとかハノイから経由して入っていかれる方が大変多くございます。まあ、そこにあの現地法人を設立しまして、このような高層マンションを今あの企画をいたしております。単価価格的にはハノイホーチミンから比べると大体3分の2ぐらいのお値段で販売する予定でございます。で、あのその後もオペレーション、あのそのマンションの管理とか、それからそれを貸し出すというふうなこと、収益で持たれる方もおいでですので、そのようなこともしっかりと現地で対応していくやり方です。はい、さらに37ページです。これがあの今ジャカルタで行っております事業です。都市型の建売分譲住宅と、それからサービスアパートメントという2つを取り組んでおります。左側の方はあの全戸にプールを完備いたしておりまして、なかなか日本人の方々が好まれる場所に用地を取得させていただくことができました。これは全9戸だったと思いますね。全9戸の事業です。そして右側がこれあのサービスアパートメントを、これも取得させていただきました。築5、6年のまだ新しいものなんですけれども、このような形で、これもあの日本人街、あの何ですっけ、少なしジャカルタの日本人マーク、何でしたっけ、あの、まあ、日本人の方々が多く集まるその場所に近いところでございます。なんとか M ですよ、ブロック M ですよ、ブロック M 、はい、あのすぐそこで地下鉄工事をしているところから、もう地下鉄の駅から 3,4 分の場所でございます。はい、あの、まあ、このようなことを海外事業として展開を今上限を決めながらですね、資金の上限を決めながら積極的に踏み込んでいっているというのが、あの現在の当社の姿でございます。はい、あの以上になります。ご清聴いただきましてありがとうございました。